皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネルのご視聴ありがとうございます。今日はですね、またいわき市アンモナイトセンターに、化石の大量発掘に向かおうかなと思うんですけれど、前の日はですね、ちょっと雨が結構降りまして、おそらく大量発掘やってなかったんじゃないかなと思うんですけど、今日は雨の方は上がって、そんなに現状天候あまり良くなさそうなんですけど、雨は降らなければ大気発掘はやれると思うので、とりあえずはアンモナイトセンターに向かってるところですけれども、自分の住んでる場所とですね、アンモナイトセンターある場所とは結構距離が離れてるので、同じ時間でも天気が違うっていうことが多々ありますから、とりあえずはですね、現地向かって、大気発掘に参加したいと思います。今回はですね、前回来た時はこの上のところにドーンと、乗っかってた岩が今ここにこう落とされて、粉々になってるんですけど、常連さんの話では、やっぱりアンモナイト、ちっちゃいですけどここからまた結構出てるみたいなので、今日はこの落とした岩を狙って掘っていきたいと思います。それではこれから入場しますけども、入場に対していつもいい化石が掘れるように気合い入れて入ってますので、よろしくお願いします。じゃあ行きますよ。はい、いい化石を掘るぞ。おー、どうぞ。ということでですね、発掘始めるんですけども、いつもみんなで気合い入れてますので、よろしくお願いいたします。いいですか？いい化石来ておるぞ。おー、はい、どうぞ。一応これ切れた。エゾのエゾって言われますけど、うわ、折れてる。剥がれた方です。
カラスと剥がれちゃったね、素晴らしい、剥がれた。それ皆さん家でもクリーニングしてるでしょ、してます。多分これ剥がれた側がこう、あはい、というわけで家に帰ってきたんですけれども、はい、一応ゴムノブに結構アンモナイトが出たんですけど、ただちょっとあんまり綺麗に出なくてですね、まあ大抵こんな感じで、こっち側が元でこっち側が剥がれた方ですね。なのでここに一応アンモナイトがあるんですけど、マスカファイですかエゾイですかはちょっと微妙なとこですけど、ちょっとこの貝の表面が剥がれてこっち側に剥がれちゃってですね、まあ、綺麗には出なかったんですけど、まあ、ちょっとクリーニングが難しそうな状態ですね。はい、それからちょっとこっちも微妙なんですけど、まあ、ここにまず三角貝がドーンってあるんですけど、問題はこちらで、ここに、ちょっと白っぽく見えるのがあるんですけど、これも以前掘ったオウム貝の時にちょっとこう七色にキラッと光る感じがあったんですけど、まあそれと同じような、ちょっと光の当たり具合によってはちょっと七色に光って見える部分ですね。はい、これが、オウムなのかアンモなのかちょっと微妙なんですけど、これもちょっと、こっちの本体からこっちにこう剥がれちゃってる部分があってですね、またこれもちょっとクリーニングが大変そうなんですけど、はい、さらにですね、こちら、はい、この部分なんですけど、まあ、パッと見、まあ巻き貝か何かに見えるんですけど、まあ、これも一応アンモの、まあ、破片の一部かもしれないということなんですけど、まあ、ちょっと種類が特定はできなかったんですけれど、ここにもアンモの一部が入ってますね。はい、で最後もちょっとと種類は判別できなかったんですけど、まずこの石の塊のここですね、ここに何かありますよね。はい、これをこう割ってみたときにパッと、はい、これも一番最初のエゾイテスと同じ感じなんですけど、ここに何かこうごちゃごちゃって入ってるんですよね、ここら辺に。はい、よく見ると2枚貝の化石と何かがこう絡み合って入ってるように見えるんですけど、その剥がれちゃった側を見るとここにやっぱりその、アンモの、まあ、貝の表層みたいなのが見えるんですよね。でその周りに何かがこうごちゃごちゃって入ってるようなんですけど、まあ、これもちょっとクリーニングに苦戦しそうな状態ですね。はい、今日はこんな感じのがばっかりで、あとのちょっとね作業が大変な感じなんですけど、まあいずれにしてもやっぱり前日雨降った関係でやっぱりちょっと水を含んでてかなりこうボロボロになっています。本当に触るだけでもう表面がこうポロ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 こぼれ落ちる感じで、ちょっと力入れると本当にポロって取れちゃいそうな状況ですね。なのでちょっとこれを数日置いて水気を抜かないとちょっと
と触れないですね、うかつには。はい、クリーニングの途中で本当に、化石があっという間にこれ破損しそうなんで、ちょっと数日置いて、水気を抜きたいと思います。はい、まあ、今回はあの上に乗っかってた石を落としたものをまあ割っていったわけですけれど、まあ、職人さんの思惑ではもっと立派な、まあ、20センチクラスの立派なアモナイトが出てもおかしくないんじゃないかっていう話なんですけど、まあ、出てくるものは、まあ、2月とか3月にも出てたようなこう1センチ2センチクラスの、まあ、スカファイテスとかそういったちっちゃいこうアモナイトばっかりなんですけど、まあ、いずれなんか出てきそうな雰囲気はあるんですよね。はい、なのでまた行ってですね、今度は大きなアモナイトを掘り当てたいなと思います。はい、で今日はですね、掘ってる最中に、まあ、ゴーンだとどうしても腕が疲れてきちゃってこうハンマーを振る正確さがちょっと落ちてくるんですけど、ちょっとこう目測誤ってこの、左手の人差し指の、まあ、この根元あたりですかね、ここを思いっきりハンマーでぶったたいちゃったんですよね。なので、まあ、最悪の結果にはなってません、まあ、骨は折れてませんけど、ちょっと内出血でちょっと指のあたりが腫れてる感じなんですよね。はい、まあ、こういうことも起こり得るので、まあ、発掘の際は十分気をつけて、やってほしいなと思いますね。はい、で、まあ、後日ですね、こちら今日取れたものと、まあ、先月行ってまだちょっとクリーニングやってないものもあるので、クリーニングの方をやって、中に入ってる化石をちょっと、極力見えるようにしていきたいなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。再生リスト関連動画からよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。